はいえー、中国でですね、あの、旧正月の花火、えー、大量に打ち,打ち上げられたという関係で、えー、北京のですね、PM2.5、えー、本当に最悪のレベルに上がってしまったという、えー、記事が出てましたね、えー。北京の人のですね、健康も、まあね、気になりますしね、えー、周りの国の健康も気になってしまいますね。えーまあ、言ってみれば、あれですね、あのー、待ってろ、待ってろって言ってるのに言うことを聞かない人みたいな感じですかね。えー、どういうことかって 待機をせんってね。ネズッチです。ではまた。